アクセルトマ・ビツルはベルギーリエージュ出身のサッカー選手。ベルギー代表である。ポジションは MF。本職は守備的ミッドフィールダーだが、右ウィングや左ウィングとしてもプレーできる。父親もサッカー選手であり、その父親はマルキニークにルーツを持つ。ドイツ分で3位がボルシアドルトムンと所属。スタンダールリエージュの下部組織出身であり、2006年9月17日、 FC、ブルッセルセムの89分に MF、スティーブン・ドフールとの途中交代で出場してトップチームデビューを果たした。2007から08シーズンは MF ・マルアン・フェライニやドフールなどとともに平均年齢の若い中盤を形成し、18歳ながら中心選手としてジュピラーリーグ優勝に貢献した。2007から08シーズンのリーグ、 最優秀若手選手賞を受賞し、2008年夏には、ベルギー・スーパーカップを制している。2008から09シーズンには、ジュピラーリーグに連覇を達成し、優勝プレイオフでは PK で決勝点を決めている。2009年8月30日、RSC ・アンデルレヒトとの試合中に、マルチン・バシレフスキに対して、タックルを仕掛けたが、タックルが遅れたために足首に当たり、 バシレフスキは骨折して全治8ヶ月の重傷を負った。主審に対して故意ではなかったと主張したが、ビツェルにはレッドカードが提示され、一発退場処分となった。すぐにバシレフスキに謝罪したが、RSC、アンデルレヒトやポーランド代表のファンの怒りを買い、数多くの脅迫を受けたほか、メディアによる批判の対象となった。 11月23日までの出場停止処分が言い渡されたが、後に8試合の出場停止処分に軽減された。2011年7月に SL ベンフィカに5年契約で移籍。2012年9月3日、FC ゼニトサンクトペテルブルクに完全移籍。2017年1月3日、ゼニトはベルギー代表 MF アクセルビチェルが天津県県に移籍することで、 クラブ間合意に至ったと発表した。2018年8月6日、ボルシアドルトムントに4年契約で完全一席。2006年、U-17 ベルギー代表として、ルクセンブルクで開催された UE U、UEFAU-17 欧州選手権に出場した。2007年には、U-21 ベルギー代表として UEFAU-21 欧州選手権に出場し、 ベスト4に入った。2008年3月26日、モロッコ代表戦で、ベルギー A 代表デビューし、その試合で、初得点を記録した。2011年3月24日、UEFA ユーロ2012予選、オーストリア戦では2得点を決め、直接のライバル相手の勝利に貢献した。6分にドフールの、ハイクロスを、相手 GK ユルゲンマッホーに競り勝って、 ゴールに沈めると、後半開始早々には、ローランシマンのクロスを胸で巧みにトラップして2点目を決めている。ありがとうございます。